鍵公社早運、通称、カヨシ BRT は、台湾のカヨシ県とカヨシ市で運行されているバスラピットトランジット。校舎は、台湾での中国語表記で、主に市街バスを意味する公共技者の略語。台湾で初めて導入された BRT で、将来的に乗客が増加した場合は、ライトレールや地下鉄へ転換することが、 カヨ市街鉄道高架化計画で計画されている。カヨ BRT は、高鉄カヨ駅と大鉄カヨ駅及びカヨ市街地の通勤客の輸送を目的としており、バスレーンが設置され、通常のバスよりバス停の数が少なく、専用のバス停や優先信号、ノンステップバスの採用などを行っている。 2008年1月31日運営開始で、かよし客運が運行している。先行営業開始時のかよし BRT のバス停と、バス初代かよし BRT 専用車、ボルボビーナナルのステップバス毎日5時50分マイナス23、30、20から30分間隔で運転。合計45往復。経由、かよし県立体育館、牧師シシロ。 県道168号、超高記念病院、かよし県政府、高鉄かよし駅、第18線、かよししおけ自由路、友忠た中高路、大鉄、かよし駅、白愛路、吉尾立橋、新民路、市で陽寺、広明寺、あき公園毎日5時30分 -1750、17 1820、合計11、12往復、日、土21、 22往復。経由、故宮南院、皇鉄かよし駅、第18線、かよし塩よ寺、自由路、友もただじ、中高路、大鉄、かよしたんごたん、ひろひ中かよし BRT の新坂市、定床バスマイナス皇鉄、かよし駅かよし BRT の新坂市定床バス、マイナス予見北港駅当初のかよし BRT のバス、運営開始時は観光バスや、 台北津ラネエバスからの中古車を使用し、塗装や装備を、カヨシ b r t 用に変更して運用していた。その後の計画で、ノンステップバスの導入が決定され、現在は全車両がノンステップバスで運行されている。ありがとうございます。